はい、皆さんおこんばんちは、アポロンです。今回もモサレスプレイしていきます。おそらく最終回になると思います。はい、それでですね、前回言った通りモンスター鍛えましてですね、ちょっと変えとこうか。フワワ、これがフワワンになってですね、進化して36まで上げないと進化しなかったこいつ。あと小次郎ですね、小次郎は30でこの翼になりましたね。ウサギの妖精みたいな、あのイモムシから。うん、それで草の適性がね、星になったんで、これはかなり頑張ってくれるんじゃないかなと思います。さあ、レース行きましょうか。多分まだ開催されてないかな。どこだ、あれ、どこにあるレース場。あ、これか。こいつに聞いとこうか。準備中。うん、まだ準備中なんで、なんか、シンディちゃん。あ、シンディちゃんに会ってから、なんかあんのかな。え、シンディちゃんはこっちか。ん、おー、なんか、特別待遇だな。あれ、いないけど。あ、いた。呼び捨て？うんうん。うん。優勝しろって？え、それだけ？不足破らないでって。でもライバルなんていないよな、もうずっと勝ってもんな。なんかすげえやつ出てくんのかな。もうこれでいける？あ、入れた入れんのかい、あれで。さあ、世界一になりましょうか。ん、あ、お父さん来た。ゆっくり話。どこ、どこ行ったあいつら。え、これお父さん。ああ、ああ、田舎から出てきたからな。え、もう行けんの。1回戦。さあ、どれくらい走るかな。沼からか。よし。え、なんだこれ、見たことないモンスターが走ってるんだ。さすが、ラストは違うな。しかし勝つ。次親方かな、溶岩。よし。お、なんだこいつ。お、やるな。クール知らないな。控えてるぞ、まだまだ。で、トップス。楽勝っぽいな。マジで強くなったかな。こいつが一番でかい気がするな。小次郎が結構トップの戦力になってくれるはず。よし、行かせよう。ただね、ちょっと特技が弱いんで、それがちょっと不満ですね、この翼。うん。皇帝もちょっとレベル低いからな。皇帝と親方はちょっとレベルが低いから。ここまで戦力にならないと思います。技も弱いんだよな。うわうわ、こいつ来た。こいつ強いんだよな。さあ、暴走、これで巻き返すか。なんだこれは。小次郎に行ってもらおう。よしよしよし。ジャンプはフワワか。あ、フワワはまだ走ってないのか。ん、何が来る？お、氷か。フワワ走ってほしいな。よしよし、結構な差がついてきた。フワワ行くか。ダッシュ。気力、これはスタミナ減らないっていう特技かな。よし、完勝ですね。まず1回戦もう負ける気しないけどな。弱点もだいぶなくなったし。ん、お父さんたち。
確かに1回戦負けはちょっと悲しいからな。スナッチ松明、お、一気に長くなるな。お、またこいつ？ちょっとは考えろよ。強いんだろうけど。で、松明だな。ふわわに行ってもらおうかな、松明は。うん。わ、こいつ、早いな。ジャンプは早いな。まあまあ、序盤ですから。次なんだろう。お、水か。リラックス。あれは抗体が早くなるやつか。うわぁ、差が縮まらんな。よし、ここはフワワ。ここは一気にいけるはず。いや、これは段違いだな。体力があと2コース走れないくらいか。よし。あれ、小次郎。こいつは早いぞ、マジで。よしよし。お、お、かなり差をつけたな。一気に差がついた。あ、みんなバランス苦手なんだな。フワは結構体力残しておいた方がいいな。トップスはいけんのか。ダッシュ。もうここラストコースかな、こいつは。よし、トップス。これは勝っただろ、さすがに。すげえ差開いてる。これは勝っただろう。小次郎かな。ジャンプは2匹しか、2匹しかできないから。うん。得意そうだけどな、ウサギだから。ジャンプは。うわ、松明来た。次が、校庭走ったっけ？校庭走とかして、最後沼だったよな。親方も走ってないな。親方。親方水走らせよ。威圧して。よしよしよし。楽勝ですね、2回戦は。ん？なんか大きな音？使えるようになったな。さあ、次はなんだ？準決勝。あ、次もう決勝？いつも通りか。沼石畳。最後が松明か。松明飛べるようにしとかないと。うわ、こいつ強いんだよな。シーミャ。うわ、すげえ接戦になってる。うわ、譲らないな。でもここで差がつくはず。回復してないのがどうなるかな。結構みんな体力減ってる。舐めすぎたかな。小次郎はそんなに使いたくないんだけど、最後松明は小次郎に飛んでほしいんだよな。ふわわは3コースいけるか。ふわわに行ってもらうか、最後は。まずまずの差だな。うわー、またか。トップス行こう。これはさすがにトップス行っとこう。ふわわは体力残しといて、まだ半分も行ってないから。これは校庭があんまり走ってないから行ってもらうか。大きな音。うん、何これ。トプス、うわー、もう半分なのに。まだスタミナ切れそう、トプスの。小次郎もやばいし。
親方とイルカあたりが頑張ってほしいな。よし、フワワ行こう。フワワうわ、結構追いつかれてるというか差が広がってないな。親方の出番ないかな。うわー、どうしようかな。親方の溶岩か火が来てほしい。ここで氷か、難しいな。これは厳しい。ルッカーに行ってもらうか。このリード守れるかな。うわー、めっちゃ遅いなマジで。よしよし、これはいい流れ。最後松明だから、うわ、なんだ、ダッシュして親方に最後変わろう。よし、勝っただろう。さあ次が最後だな。ちょっと回復してから挑もう。ん？バッチ、あ、こいつが消しようぜ。こいついいやつなんだよな、なんだよな。いいやつだからな。さあ回復しに行こう。さあおそらくラストレースかな。何の盛り上がりもないという。うわ、全部あるかな。全部ないか。最後松明、翼、小次郎行ってもらおう。お、ヒューガンか、ビューガン。お、強いな。互角、こいつと互角っていうのは相当早いはず。若干勝ってるかな。鼻差リード。ここで逆転。よしよし、いい感じいい感じ。あ、ミスったミスったミスった。慌てて変なあれ使っちゃった。まずは温存していきたい、スタミナをまんべんなく。ふわわ4コース走れるスタミナがあるから、小次郎もあと2コースいけるな。3コースまでいけるか、粘れば。うわ、早いな相手のやつ。よしよし、このままいけ。長いからな。ここであいつ使うのはあんまり得策じゃない気がする。温存しよう、小次郎は。トップス、親方久しぶりに来た。よし、相手が何走ってるかわからないっていうのが何とも言えないな。あれ、トップスいつまいか体力全然ない。え、7しかないんだ、マジか。やっちまったかも、やっちまったかもな。出したくないけど、トップス砂岩木が来たらきついな。石か。うわー、全然差がない、全然差がない。詰まってきてる。誰が来てんだ、恐ろしいな。小次郎のスタミナが余ってる。よし、小次郎行け。これで突き放してくれ。
さあ、あと親方とイルカ使えるかな。もう結構みんなボロボロになってきてる。あ、でも結構差も開いてきたんだよな。シーミャ、シーミャってあの貝殻か。強いんだよなあいつ。何これ、親方、親方、親方頼む。うわー、ドタバタしてんな。あと何コースだ。最後小次郎かな。うわー、詰まってきた、詰まってきた。頑張れ、よし小次郎。うわー、めちゃ接戦、めっちゃ接戦だぞ。回復用意しとこう。勝ったかな、勝ったっぽいな。よっしゃ、優勝。何が来てたんだ。結局何と戦ってたのか全く分からなかった。どうなのゲームとして。己との戦いみたいな感じだったな。天才？それは天才だよな。てか賞金安くない？ 5 万とかじゃなかった？え、わざと負けてくれたの？親が見てくれるから。見に来てるからか。来たのか。ん？大して待ちないぞこの世界。なんでそんな優勝してほしかったんだ。ガールフレンド。え、終わった。謎の終わり方だな。後藤明。なんか読んでしまった。佐久間明的な。あ、最初お父さんに。うん、吉田健二。最初のレースか。あ、バッチとの出会い。これは最初のレース？大会？おお、なんかめっちゃ出てきた。てか少なくない？プログラマー少なくない？ 3 人。シンディ？シンデイか。営業一人でやってたのかな。営業一人、マジで。今んとこ10人、15人くらい。これあの、この犯罪者が出てくるやつ。こいつは本当何だったんだろう。わけが分からんかったわ、こいつだけは。うわ、めっちゃいる。大橋サトルスーさん02。なんだ、読めなかった。あ、俺はお父さんたちが来たから、来てたから負けたっていう最後のあれか。で、どうなったんだ最後。おしまい。おしまい。ん？すまない？おしまい？これでおしまいかな。すまないな。はい、ということでね、このモンスターレース最後までいけましたね。なんか意外に盛り上がりなかったな最後。観客になんかすげえ盛り上げられることもなく、普通に相手のモンスターが何走ってるかもわからずに終わるという感じでしたね。はい、ということで今回の動画はこれで終了にしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。今回の動画面白いと思った方は高評価とチャンネル登録、あと動画説明欄にある Twitter のフォローなど全てやる気につながっておりますのでよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。アポロンでした。